一つ「大乗大臣元常小仙功」三十六「高校天皇即位の事情」「堀川院と官院三平」「このおとどは長良の中納言の三郎におわす」「このおとどの御娘醍醐の御時の妃崎朱雀院並びに 村上二代の御母木先におわします。このおとどの御母、象大乗大臣ふさつぎの娘、象上一位、大部人、音春なり、養贅院、位につかせたまいて、摂政の千寺、かぶりたも、御年四十一、官兵の御時、 忍な三年、下月二十日余り一日、関白にならせたもう。御年五十六にて、うせたまいて、御意味な、小選考と申す。苦行にて、二十七年、おとどのくらいにて、二十年、世を知らせたもうこと、十四年かとぞ覚えはべる。世の人、堀川のおとどと申す。 小松の帝の恩母、この音戸の恩母、腹からにおわします。さて、地後より小松の帝をば、親しく見立て祭らせたま行けるに、吉房の音戸の大京にや、昔は巫女たち、必ず大京につかせたまうことにて、渡らせたまえるに、雉の足は、 必ず大凶に盛るものにてはべるを、いかが試験、尊者のお前に取り落としてけり、配膳の巫女のお前のお取りて、まどいて尊者のお前にすうるを、いかがおぼしめ試験、お前の大なぶらをやおら買いけたせたも、このおとどは、そのりは、下郎にて、座の末にて、 見立て祭らせたもうに、意味中もせさせたもうかなと、いよいよみめで立て祭らせたまいて。ようぜいんおりさせたもうべき、じんのさだめにさぶらわせたもう。とおるのおとど、さだいじんにてやんごとなくて、くらいにつかせたまわんみこころ深くて。いかがは近き大いんをたずねば、 らもはべるわと言いでたまえるをこのおとどこそ「おおいんなれど書をたまわりてただ人にて仕えてくらいにつきたるためしやある」と申しいでたまえれさもあることなれとこのおとどの定めによりて小松の帝はくらいにつかせたまえるなり帝のす末も はるかに伝わりおとどの末も共に伝わりつつうしろみ申したもさるべくちぎりおかせたまえる御中にあとぞ覚えはべるおとどうせたまいて深草の山におさめたてまつるよ聖宗僧図の読みたもう,うつせみは殻を見つつも慰めつ 深草の山、毛振り谷立て。また、勘付の峰をといいし人の読みたる。深草の延の桜し心あらば。今年ばかりは墨染めに酒。などは古今にはべることどもぞかしな。お家は堀川院、官院とに住ませ玉石を。 堀川院おば、去るべきことの折、晴れ晴れしき漁にせさせたも官院おば、お恩物意味や、また、うとき人などは参らぬところにて、去るべく、むつまじくおぼす人ばかり、お恩もにさぶらわせて、渡らせたもうりもおわしましける。堀川院は、治行の意と意味じきなり。 大京のおり殿原の御車の立往などよ。尊者の御車をば、品貸しに立て、牛は見橋の開き柱につなぎ、古都神立辺の車をば、川よりは西に立てたるんがめでたきおは。尊者の御車の別に見うることは、ことどころは見はべらぬものをや、と御たまうるに、 この火矢印殿にこそおされにてはべれ、法師長にて、用もてに王じある教授の家は、霊善院のみ、とこそ思い侍連れ、世の末になるままに、勝ることのみ、いでもうで来るなり、この小選考の音とどは、用善院の恩おじにて、 宇田の帝の恩時に、樹三宮の位にて、年間、年借を得たまい、須作院、村上の王子にておわします。養母へ、やんごとなしと申せば、愚かなりや。御小野子ご四人、おわしましき。太郎左大臣時平、次郎左大臣中平、四郎大乗大臣忠平。 というに、刺激、景色、ことになりて、まず、後ろの人の顔、内見渡して、それぞ、いわゆる、この翁が、宝の君、低信仰におわします。とて、扇、打ち使う顔持ち、ことにおかし、三郎に当たり玉石は、受賛見して、宮内卿、 金平の君と申して云せた毎日。猿は御母、忠義の四鬼奉行の御子の御娘にて、糸やんごとなくおわすべかりしかど。この三人の弟を世の人三平と申しき。